の村で暮らす動物たちに会いに行こう。山のふもとに広がる2つの村、男女主人公や住みたい村を選んだら気ままな牧場生活が始まります。住む村によって暮らしも服装もいろいろ。ブルーベル村では牛や羊のお世話をしたり、養蜂で蜂蜜作り、人気のアルパカも新登場。ペットのフクロウが村のふもとへの移動をお手伝い。この花村ではスイカやひまわりなど季節の野菜や花を育てられます。水田で稲作も簡単。おいしいお米を食べましょう。冬の間も白菜や大根などを作れます。漬物にするのもいいですね。友達と4人で果物狩りも楽しめます。それぞれの村に住む人たちと仲良くなると好きな相手からデートに誘われちゃうことも。自然いっぱいの村で暮らす動物たちに会いに行こう。牧場物語双子の村、2月25日発売。今すぐ予約。聞かせて。